はい、ということで今日はですね、音の脱落というテーマで話していきたいと思います。例えば、I am が I'm になったりとか、I will が I'll になったりとか、よくね、英語には本当にこの音が脱落するっていうのがよく本当に、ね、よくあるんですよ。で、これはたまたまあまりにも有名すぎて、省略形っていう、形で、もう教科書にも載ってるレベルなんですけど、こういう教科書に載ってない音の脱落っていうのが、英語には無限にあるわけですね。で、それを今日はちょっと紹介していこうと思います。例えば、preferable とかも、preferable、preferable っていう風に、f っていう音が、辞書には書いてあるんですけど、でも実際発音するときは、preferable、preferable っていう風にここの母音がなくなったりとか、あと、キャメラとかも、キャメラっていう、ここに母音があるんですけど、実際はキャメラっていう母音が完全になくなってたりとか、history とかも、history じゃなくて、history っていう風に母音がなくなったりとか、factory とかも factory ですね。なんとなくネイティブが言う英語に違和感感じるなっていう時があったら、もしかしたらね、これが原因かもしれないですね。他にもね、膨大に例があります。例えば、easily とかも easy の z の e の母音がなくなって、easily ですね。で、family とかも、みがなくなって、family。で、usually も usually。で、specialist も specialist ですね。beautiful とかも母音が落ちるんですよね。これなかなかね、発音の教科書とかに書いてないんで、これを知るだけでもね、学びになるかなと思います。他にもね、たくさんあります。comfortable がね、comfortable。probably が probably。になったりとか。でね、これがもっと短縮されると probably になったりとかね。いや、ほとんどなんか原型とどめてないっていう思うこともあるんですけど、probably じゃなくて probably ですね。あと government とか government とかね。他にも police が police とか、terrific が terrific とか、correct が correct とか、believe が believe とか、他にもいっぱいあります。今までは、母音が脱落するパターンだったんですけど、子音もね、一緒にね、なくなったりするんですよ。例えば、exactly。これね、言いにくいと思いませんか？ exactly みたいな。ネイティブもね、同じことを思ってるんですね。なので、t を消します。exactly。facts が facts。perfectly が perfectly。just one が just one っていう風に t がなくなったりとか、and now とかが and now になったりとか、handsome が handsome になったりとか、これは日本語でもカタカナでもうすでに handsome っていう言葉で入ってきてると思うんですけど、これはやっぱり実際の発音を反映したカタカナなんですよね。で、一方で、フレンドシップはまだカタカナでもフレンドシップになってると思うんですけど、これもハンサムと同じ理由でフレンシップでいいんですね。friendship。で、kindness とかも kindness ですね。他には k がなくなったりね。asked them が ask them。これびっくりじゃないですか。ここ k 消えるんかいみたいなね。asked them が ask them とか、risked prison が risk prison とか、あと length が length、strength が strength。なったりとかね。で、ネイティブも言いにくいなって思うものは少しずつ発音が変わっているんですよね。そして最後の例ですが、例えば I've been が、この V がもう完全になくなって I've been になったりとかね。all right が、の L がなくなって all right になったりとか、always の L がなくなって always とか。これ秘書っていう意味の secretary っていう単語なんですけど、なんかね、R がね、いっぱいあるとネイティブもややこしいらしくて、これアメリカ人ってもうセクレっていう風に言わなくて、secretary って言うんですね。そして有名な2月、February もネイティブ言いにくいので、R を落として February っていう風に言うんですね。なので、やっぱ教科書にはね、載ってないような、この音の脱落っていうのがあるんで、だから辞書が、やっぱ実際の発音に追いついてないんですよね。早く辞書を更新してくれっていう感じなんですけど、だから、そんなにね、辞書の発音をね、あんまり信じすぎると、こう実際の発音とマッチしてないので、あれって思うことがあるんで、あくまでね、その教科書に書いてあることは参考までにするぐらいで、現実の発音を常にこう研究するっていうね、意識が必要かと思います。今日はね、知識だけでも本当にね、参考になる情報かなと思います。はい。ということで、私、スラックを使った1on1の英語発音指導もやっておりますので、興味ある方は概要欄からチェックしてみてください。そして、大二郎発音研究所というオンラインサロンもやっておりますので、メンバー同士の交流とか、興味ある方は概要欄からチェックしてみてください。はい。ということで、現場からは以上です。また明日会いましょう。じゃあ。